おい、チビども、今日はどうした？マルコが初めてガビに勝ったんだよ。へえ、成績で？かけっこで勝っただけ。これは歴史的快挙だよ。もうやめてくれ、恥ずかしくなってきた。すげえな、そりゃ。次の鎧は坊主で決まりだ。今さらあんたが比較対象になるわけない。私は戦果を上げて祖国に貢献したんだから。そうだな。でも軍はまだ鎧の継承者を発表していない。その日が来るまで俺はやることをやるだけだ。おい、あいつカッコつけてんぞ。あんたの家は兄貴が獣を継ぐんだから、もう名誉マレ人になれるのに、何のためにそこまでするの？お前のためだよ！あら、言っちゃったぜ、おい。はぁ？私の邪魔しといて私のためだって言いたいわけ？わけわかんないんだけど。伝わんなかったか。はぁ？何あいつ、何なの？